にちは、岩瀬田留美子です。今日は私はですね、大阪に来ています。こちらではバリアフリー2008が行われています。これから私たち高齢化社会に突入していくわけですけれども、高齢にならなくても、交通事故という形で歩行による移動の自由が奪われていきます。そうした時にどうやって移動の自由を確保していくのか、こちらの会場でチェックをしていきたいと思います。販売しておりますので、合わせてどうぞご覧くださいませ。こちらの会場ではですね、まず自動車メーカーによるいろいろこう車椅子のまま乗せられる車ですとか、あとは手とか足とかそういった部分が、運転ですねができにくくなっている方たちをどうサポートするかという車のほか、あとは各種車椅子、階段をこう自由に上り下りできるような車椅子などもありますし、生活するのにもっとしやすく、何か障害のある方でも生活がもっと自由にできるような、そういったアイデアがたくさん展示されています。はい、ですね、こちらは助手席が回転式で、乗るタイプですね。もうだいぶ出ています。やはり障害を持っている方というのも非常に大変なんですけれども、それ以上に介護をする側の方、こちらがまた大変なんですね。で、普通に助手席にこう車椅子の方をお乗せするときというのは、本当にこう中腰になってぎっくり腰になるような状態でお乗せしなきゃいけないんですけれども、こういったタイプでしたらば、車椅子から簡単にこう乗り移っていただいて、そのまま回転しながら電動で助手席に座れるという、そういうタイプです。そしたら今から、はい、こちらのボタンで、はい、で頭の方はですね、ヘッドレストの方にそのまま持たれていただいて、頭が当たらないように今背もたれが少し後ろに倒れました。ですね、非常に微妙に膝とか頭が当たらないようにちょっとずつちょっとずつコントロールするんですね。でですね、はい、あと座られられて、はい、シートの方はこちらのボタンで、はい、もう好きな位置に合わせていい、はいはい、乗ってると全然動いてる不安がないですね。一番びっくりしたのは、ただこう回転して上がるだけだと思ったんですけれども、はい、こう微妙にこう前後に動いたり、この背もたれが倒れたりっていうのがあって、で多分操作されてる側の方もスイッチ一つですし、非常に楽です。ですね、はい、で自分でももちろんできるわけですよね。よかったです。このボンネットの上を見ていただくとお分かりいただけますけれども、ターボ車なんです。やはりスバルの場合、走りを楽しみたいという方、そういった方にぜひこのターボ車でガンガンと走っていただきたい。で、こちらは、足の不自由な方、足を怪我している方でも運転できるようなシステムになっています。で、基本的にはステアリングは右手一本でこのようにこう操作をして、でアクセルブレーキはこちらですね、押してブレーキ、手前でアクセル、これで運転ができるようになっています。で、特にやはりいいなと思うのは、最近の車ですね、クルーズコントロールがついています。で、こちら見ていただくと分かるんですけれども、しかも、スバルの場合は SI クルーズコントロールということで、前を走っている車がこう車速が落ちてきたら、その車との車間距離を保ちながらそのまんまクルーズをしてくれるというシステムですので、私たち一般的に健常者の場合ってアクセルペダルを足でやってますけれども、やはり手でやる方というのは手がずっと一定速度で走り続けたり、前の車に合わせたりというのが非常にこうやはり長距離になると疲れやすくなってくるんですね。ですから、そういった意味でも SI クルーズコントロールのついたこの車というのは、長距離ドライブを楽しみたい方、それからクッと走りたい方にはおすすめだと思います。はい、こちらは OX ですね。 OX の、この車椅子は実は非常に、私の友達の車椅子仲間が大好きなんですね。まずカラフル で、あと車椅子っていうとどうしてもこうちょっと、言っちゃあれですけども、ちょっと体弱いっていう感じなんですけども、 OX の車椅子はもうガンガンに走れる、そういったタイプの車椅子です。で、しかも今、お子さんも見てらっしゃいますけれども、あんなちっちゃい参考商品という形ですけれども、お子さん用のこういうちびちび車椅子なんかも出ています。
やはり大人だけではなくて子どもたちでも何かしらの原因があってちょっと歩行ができなかったりという時なんかでもやはり自分で積極的に動けるようなこういったタイプの車椅子というのはやはりカラフルでかっこよくて扱いやすいものそういうのが大切だと思います。で、あともう一つ私がすごく気に入ったのはこちら見てください。これはワンちゃん用の車椅子です。最近はワンちゃんまあ、下半身障害を持つ犬が増えてきているということで飼い主の方自家製というかお手製の車椅子を作ってらっしゃる方もいるんですけれどもこちらはこういった形で、まあ、後ろ足がちょっと動かなくなったワンちゃんでもこのようにカバーをして引きずらないようになって前足だけでちゃんとお散歩ができるようになっています。こういうのもいいですよね。こちらはですね階段を上り下りできる車椅子タイプのものですね。日本の道というのはなかなかスロープができてない道が非常に多くて階段の一段がものすごくこう足の不自由な方にとってはあとは介護をする方にとっても大問題なんですね。ですからそういったものをこうクリアするための階段安全に確実に上り下りができる機械になってますね。もう一度手元のスイッチを押しますと一段ずつ機体が上がっていきます。あ、なんか傾けられた時は結構傾いたなっていう感じがするんですけれどもあとはこの状態のままなので不安はないです。はい、このままです。ないですね、全然大丈夫。不安を覚える方はあまり多くない。はい、今説明の方おっしゃっていただいたように角度がほぼ一定のまま来ますので、あ、下りもすごく安定してますね。あ、快適。要するに後ろから人が押さなくてもこの中に車椅子ごと乗ることができるというタイプです。では早速ちょお邪魔してみます。失礼します。はい、今ブレーキを外しました。はい、あ、とてもスムーズに。今押してないんですね。あ、はい、速度感がとても滑らかでいいですね。で、あと最後にトンと当たった時にここストッパーがあってここにタイヤが当たるようになっています。もっとガツンってくると思ったんですけれどもやはりこの車椅子のタイヤのラバー部分がいいダンパーというかいいクッションになっていてそんなにガツッという衝撃は来ないですね。コトンっていう感じです。で、非常に滑らかですね。やはりちょっとの坂なんですけれども押す方が高齢だったり力のない方だったりしますとやはりあれだけの角度をこう重い人をこうぐーっと乗っけるのはやはり毎日の作業とかになってくると大変だと思います。で、そういった中でこういったベルト式これでウィンチでこう引っ張ってくれることによって介護する方もやはり安全に簡単にできるようになるのは非常にやりやすいと思います。自分で車を運転する方それから車椅子を降りて乗る方それから車椅子ごと乗せるタイプというので今3ついろいろと開発が進んでいるんですけれどもさすがトヨタの場合はですね車種を豊富に持っています。で、背の低い車それから背の高い車排気量のある車いろんな車持ってますのでその車の特徴を生かしたいろいろなアレンジメントがされています。こちらがですね電動カートセニアカーですね。車椅子よりもやはり電動カートですのでものすごくスムーズに乗ることができます。で、運転の方法も簡単で今ここにレバーがありますがこのレバーを下に押すだけこれで時速6キロまで出ることができます。で、ビューンとあんまり出ないように自分でだいたいどのくらいまでかなっていう最高速も設定ができるようになっていますので下り坂でちょっと怖いなと思ったら、まあ、時速2キロぐらいのものすごく超スローにしておく、もしくはまっすぐな道だったらば時速6キロまで上げてこのように倒すとゆーっと走ってくれるようになっています。
でこれ離すともうそのままブレーキがかかるようになっていますので、あのうわ危ないなと思ったら離していただければ大丈夫ですね。ですからあの万が一転んだとしてもこれを離した状態になれば車は止まってくれます。今そうですね、地方といったら失礼かもしれないんですけれども、ちょっとまあ道がそれなりの幅があるようなところではもう高齢者の方積極的に使ってらして、でただやはり街を普通に走っている車と接触する事故というのも起きてきたりしています。でやはりそういったところで使ってらっしゃる方というのは非常にアイデアのある方が多くいらして、この辺にですね旗を立てて自分が目立つようにしたりとか、ちょっと目立つようなお洋服を着たりとか、そういった工夫をして使われている方もいらっしゃるようです。でこのタイプですとあのスーパーマーケットの中とかにも入っていくことができますので、まあ、いろんな形で使えることができると思います。スロープですね。あのスロープというのは実際にこうこれは折りたたみ式で持ち運びができるタイプになっています。これをこう2つ折りにして軽い、すごい軽い、これ一番長いタイプで205センチあるんですけれども、あ、すっごい軽い、信じられないですから、これあの普段は普通に生活しているような方でも、例えばあのお友達が遊びに来たりとか、おじいちゃんおばあちゃんが来た時に簡単にこのように使っていただけます。あの非常に軽いのでびっくりしました。はい、車椅子に乗ってきた方が、ここ車椅子から自分でドライビングシート、ドライバーシートに移ります。そうするとこの残った車椅子というのは本来このままこう持ち上げて、いやっというふうにぐわっとこう後ろに運び込まなければいけないんですね。非常に重いし大変なんです。でそれを補助するのがこちらですね、実際に早速やってみたいと思います。これは電動で上にこのように吊り上げてくれます。はい、これで一番上まで吊り上がりましたので、ここからあとは手動でこのように中にぐるぐるぐるっと持っていきます。はい、であとはまた電動で、はい、こう下ろしてあげるとすごく簡単に車椅子を車の中に積むことができます。まず、はい、今日のメインイベントであります歩行アシストロボット、そうです、はい、はい、歩行アシスト装置、足野くんの技術を使ったもので、高齢者の方など足腰が弱った方の歩行をサポートするという機械です。見てまずかっこいい、あのよく最近ニュースなんかでもその体力というか筋肉をこうサポートするというのがあるんですけれども、いかにも緊急中ですっていう形をしてるんですが、これなんかあの坊主のこのヘッドフォンみたいな、そんなイメージで、これだったらなんか外につけていってもいいんじゃないかっていうぐらいのデザインですね。あとはね軽いです。もうこのまま売っていただきたいぐらいな状況になってますので、これを早速つけさせていただきたいと思います。お願いします。失礼します。ウエストにベルトを締めます。はい、少し締め込みますが、苦しかったらおっしゃってください。はい、なんかねあのヒップバッグつけてるような感覚です。はい、失礼します。いいえ、あっという間ですね。そうですね、はい、こちらの空気パッドがありまして、はい、あの足のフィッティングのために、はい、膨らませていきますね。あ、はい、今空気を入れていただいてるんですが、それまではあ、なんかあの血圧測ってるみたいな感じですね。これで空気を入れていただくとなんかとってもフィットしてるっていう感じがします。はい、あ、ないですないです、はい、こんな感じです。
最初にこれをつけていただいた時は本当にヒップバッグをつけてもらったような感じで、今ここ挟んでいただくと若干足がこういう感じに引っ張られるような雰囲気がしてます。でも今こう動かすとグリグリっと音がしてるので、なんかサポートしてくれそうだなっていう雰囲気ですね。はい、まっすぐ立てていただけますか。はい、入りましたね。あ、まっすぐ立つともう入る。では早速この坂道を歩いていきたいと思います。あ、すごい軽い、すごい軽い。ちょっと待って、もう一回もう一回いきます。あ、もうね、なんかね、このまま富士登山に行けそうな感じです。すっごい軽いですね。あの、自分の足をこう上げる、蹴り出す、着地で、こっちの足をこう、まあ、最後こう蹴るわけですけども、4つのサイクルをこう、ここにコンピューターが入ってるんですけれども、センシングしてアシストをしていってくれるっていう動きが、特に上り坂、下り坂というより上り坂ですね、上り歩くときにもうね、すごい、もうガシンガシンガシンっていう感じで、まず一番最初のインプレッションは軽い、それから違和感がない。自分の動きに対して行きたい動きをこう的確にサポートしてくれているので、すごく動きやすいですね。で、自分がこうもも上げてバンって登ろうとすると、足をこうバーって上に持ってってくれて、でちょこちょこって歩こうとすると、ちょこちょこっていう感じで歩こうとしてくれるので、とても分かりやすいです。でもう一回行ってみます。すごい。ここがガシガシ持ってってくれるので、すごく動きやすいですね。これはだいたいバッテリーはどのくらい持つんでしょうね。これはだいたい何時間ぐらい歩けるものなんですか。だいたい 4,5 キロで歩きますと2時間以上は持ちます。あ、2時間歩けばもう十分だと思います。1日だいたい30分歩くとものすごく体にはいいというあれなので。